皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。では有罪無罪続きやってまいりましょうか。まず休憩ですね。今ね休憩中です。みんな疲れてるみたい。裁判なんて初めての経験だろうし、当然かな。私は3回目やけど。まあ一旦の事件のあらましを聞いた後ですね。中でも蓮見さんは怯えているように見えるけど。声かける。なんかこの人はもしかしてこのゲーム始まって最初に退廷させられる人かな。蓮見さん大丈夫ですか？え？はい大丈夫です。実は緊張してしまって、繊細すぎるよなぁ。あの被告がもし有罪だとしたら、僕たちの手で彼女を裁かなければいけないなんて。確かに私たちの責任は重い。ところでさ、どうして検察側と弁護側で言ってることが全然違うの？どっちかが嘘ついてるってこと？冒頭陳述では、検察官、弁護人、双方ともに、自分たちなりに想定した事件のストーリーを述べるんです。今回のような否認事件においては、前提条件から両者の主張が違うのは当然と言えます。ストーリー作るんやね、あれな。なるほどね。皆さんの職務は、検察官の主張するストーリーが後半で取り調べた証拠から、合理的疑いを差し挟まない程度まで証明されているかどうかを見極めていただくことです。本件のように弁護人が検察官とは異なるストーリー、つまりアナザーストーリーを主張している場合には、各証拠からどちらのストーリーに説得力が認められるのか、という観点から検討していただければよいかと思います。どちらかの主張には嘘が混じってるってことですもんね。そういうことですね。ですから皆さんも気になることや引っかかることがあればどんどん発言してくださいね。分かってる事実についての情報の整理ね。まず検察側は、バーで飲食をした被告人が泥酔状態で危険な運転を行い、男性一人を死亡させてしまった。つまり、被告人による危険運転致死罪を立証しようとしていますね。それに対して、被告人と弁護側はどのように、これは、飲酒はしたけど、運転はしてないな。自分は運転をしていないと主張していましたよね。そうですね。被告人は運転の事実そのものを否定していました。では続いて、事故当日、被告人の車を誰が運転していたと被告人は主張していましたか？は、大原さんな？同乗の男性。被告人は同乗の男性が運転していた、そう主張していました。なんだ、私と飯原さん1対1な？事故を起こしたのも同じく大島さんだった。そして事故後、大島さんが被告人に事故の責任をなすりつけた。被告人はそう主張していましたね。事故の責任をなすりつけるために運転の事実を偽装するなんて、そんなのありえないわよ。必死に言い逃れしてるつもりかしらね。田之倉さんはどうしてそんなに被告人を有罪にしたいんですか？私はね、会社を経営する主人をずっとそばで支えてきたのよ。主人のモットーは人を大事にすることなの。得意先はもちろんだけど、上司や部下に対してだって。誠意を忘れたら会社の経営なんてできないわ。それなのにあの被告人と来たら。田之倉さん、個人の心証はもちろん大切ですが、法廷で見聞きしたことのみを検証し、判断をしてくださいね。法廷で見たあの女の印象で意見を言ってるだけじゃない。あの女が無罪？ありえないわよ。ま、よっぽどのことがあれば私も納得するけどね。田之倉さんってかなり頑固っぽい人だな。ねえ。旦那さんがね、なんか頑張って
起こした仕事をまるで自分の手柄かのように思ってるんやな。この人との評議は結構苦労しそう。では情報が整理されたところで飯野くん、これからの評議について皆さんにご説明をお願いします。被告人による運転の事実があったか否かね。皆さんには後半でのやり取りや両者の主張について争点を考える上で特に気になる点を挙げていただきたいと思います。挙げていただいた点を被告人の運転事実の有無を判断する材料、つまり評議でのファクターにしたいと思ってます。そういえば私気になってたんだけど、自分じゃ立ち上がれないくらいに被告人って酔ってたんでしょ。私は車の運転しないからわからないけど、そんなに酔ってる人がちゃんと運転できるものなの？黙っとく？運転はできるんやろうけど、交通ルールは守られへんやろな。ちなみに長沼さんはどう思われますか？私？そうだな。私よくお酒飲みすぎてぐでんぐでんになっちゃうんだ。もう足元フラフラして全然歩けなくて。道端でひっくり返ってそのまま寝たりとかしちゃって。道端でって。被告人もきっとそんな感じだったんだよね。そんな状態でまともな運転なんてできないよね。人によるやろな。なんかその車の運転って何年もやってると、その体が覚えちゃう節があるよね。だから酔っ払って意識があんまりなくっても体が覚えちゃってて運転できちゃうっていう、運転自体はできちゃうっていうのはあると思うよね。人によってはできるんじゃないですか。そうかな。さては佐伯ちゃん。もちろん私はしてませんよ。念のため申し上げますが、狩猟に関係なく酒気を帯びて車両を運転した時点で飲酒運転ですからね。わかってるウェイ。アルコールは脳に作用するので、視覚や視覚機能の低下に、判断力や集中力、運動能力の低下、自己抑制機能の低下など様々な影響を及ぼします。酒気帯び運転であっても平常時に比べ5割以上の人が運転操作に支障をきたすという実験データもあります。そんな状態で運転したらそりゃ事故を起こしますよね。でも被告人は飲酒運転で一度罰金刑に処されているのに、また同じ過ちを繰り返すかしら。しかも会社の経営者でな。結局被告人は反省してなかったってことじゃないの？皆さん様々なご意見ありがとうございます。それでは泥酔で運転するかについて話し合う必要がありそうですね。俺最初は正直被告人の主張は荒唐無稽な話だと思ってました。運転席にいたのに自分は運転してないなんて、いくらなんでもちょっと強引だもんね。でも弁護人の主張を聞くと全くありえない話とまでは言い切れないんじゃないかと思いますね。どうなのかな。ですので弁護人の言う偽装工作の可能性について話し合うべきだと思うんです。どうせやるんでしょう。私もそう思います。ありがとうございます佐伯さん。同意してくれる人がいて俺も心強いです。なるほど、偽装工作の可能性ですね。私は被告人がピンヒールからパンプスに履き替えたのが本当にかかとが折れたからだったのか。いや、それは調べてるやろ、さすがに弁護士側も。私も靴を履き替えた点は重要な気がします。あら佐伯さん、あんたわかってるじゃない。靴を履き替えた点についてですね。それではその点についても話し合ってみましょう。さて、今上がった気になる点、つまりファクター候補は、泥酔で運転するか、靴を履き替えた点、
偽装工作の可能性、この3つですね。はすみさん、どうしたんですか？僕ですか？先ほどから何も意見をおっしゃられてなかったもので。評議の場ではどんな意見も尊重しますが、何も発言せず他の方の意見に合わせるのは遠慮してください。評議は乗り降り自由とはいえ、乗り込まずに見送ることはこの場では禁止とさせてください。全員に意見聞くわけ？ちゃんと。では蓮見さんは何か気になることはありますか？じゃあ私もあれさ、てか私何も提案してないよな。そうそう、そうそうしか言ってないんだけど、私の意見聞いてくれへんの？僕は、被告人と部下の男性の関係が気になります。部下の男性、つまり同乗していた大島さんのことですね。そうです。その大島さんに対し、被告人は普段どのように接していたのか、それが気になってます。ああ、そうね。その点については私も、とても気になるわ。なるほど。二人の関係ですね。まあ普段からね、嫌なように当たられてたら、やったろかいみたいなのもあるやろうしね。そりゃ確かに気になるな。いいこと言うじゃない、はすみちゃん。え、どうも。はすみさん、貴重なご意見ありがとうございました。これからの評議中も、何か気になることがあれば遠慮なく発言してくださいね。はい。はすみさん、車で引っかかってたん気になんねんけど。今日は4つのファクターですね。どういう結論が出たら有罪って言えるのかな？本件に関しては、結論が少々わかりにくいかもしれませんね。公判前整理手続きにより、事故当日に加害車両に同乗していた人物は、被告人と大島さんの二人のみだったことがわかっています。二人以外、つまり第三者による運転がありえない点については、検察側、弁護側ともに争っていません。被告人に運転の事実があったのかが今回の争点ですから、被告人が運転していたなら、すなわち被告人は有罪。大島さんが運転していたなら、被告人は無罪。その場合、大島さんって刑に処されるの？もちろん処されるよね。しかもなすりつけたんやから重罪じゃない？そうですね。混乱を避ける意味で、それぞれのファクターについて有罪と無罪の代わりに、被告人が運転、大島さんが運転という結論を用意しました。確かにそっちの方がわかりやすいかも。どっちが運転したのかってことね。これちょっとずつ難しくなるんや。一体これ第何話まであるんかわからへんねんけど、ちょっとずつ難易度は上がっていくもんやと思うよね。今どんなもんなんやろね。まず泥酔で運転するか。では、泥酔で運転するかについて話し合いませんか？なぜかいつも私がリーダーやねんな。リーダースイップ取ってねんな。飲酒運転の前科があるんだもの。今回も被告人が運転したのよ。わかりませんよ。以前飲酒運転をしたからといって、今回もやったとは限りませんよ。そうかしら。それとも佐伯さん何か根拠でもあるの？被告人が今回も飲酒運転をしたと、これ証拠を出すやつ？根拠っていうか、それ同じこと言ってる。少なくとも被告が反省していることを検証できる証拠はあります。何よその証拠って。話聞いてなかったんかな、さてはこの人。まさにこの話、弁護人がしてたのにね。あれでしょ？領収書でしょ？弁護側から提出されているタクシー等の領収書は、被告が前回の罰金刑で反省している証じゃないでしょうか。飲んだ後は運転しないようにしているってことですもんね。
でも今までタクシーや運転代行を使ったからって、それはあくまで今までそうだったってだけでしょ。今回は飲酒運転したかもしれないじゃない。うん、でもかもでしょ？まあこれでも言い出したらお互いにかもなんやけどね。まあね。でも逆に言えばしてないとも断言できないわよ。それはそうなんですけど。でも泥酔している人に運転なんて普通はさせないと思うけど。これ賛成やね。まあでももし、その、きつい感じの人で、大原さんに、大島さんか、大島さんに、うるさい私に運転させろみたいなこと言って、無理くり乗ったんやとしたらとも思うけど、でも、そこまで酔っ払ってたら運転させないと思うよね、私も。酔っ払いに運転させるなんて怖くてしょうがないですよね。ね、横座りたないよな。もちろん怖いのもあるけど、最近は。場合によっては、酒酔い運転の車に同乗しただけでも罪になる。あれ？この法律ってこの時からすでにあった？え、そうなの？ですよね。うん、篠宮さんのおっしゃる通りです。例えば、運転手が酒気を帯びていることを知りながら、運送の要求や依頼をし、その車両に同乗した場合には、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。そんなに？また、飲酒運転の恐れがある者に、車両や酒類を提供した場合も、それぞれ懲役、または罰金が課せられるんですよ。今は運転手だけでなく、飲酒運転を助長するような、周囲の環境への取り締まりも重視されてきているんです。飲酒運転させただけでも罪になるんだね。社会的にも飲酒運転はますます大きな問題になってるもんな。うちのホテルでもバーにいらっしゃるお客様には常に注意を促していますよ。罰則を強化しただけで解決する問題ではないんです。運転をする者が意識をしっかり持つことこそが大事なんですよ。飲酒運転は絶対しないよ、皆さんも。なんかさ、もう、まあ、ええけど、分かっとるわいっていうことさ、いちいちこれ大人やぞって思うねんな。だいたいさ、飲酒運転して捕まってる人だって、飲酒運転していいと思ってやってないと思うねん。あかんけどえっかな、みたいな。うん。あかんけど、めんどくさいし、やっちゃえ、みたいな人がほとんどやと思うのよね。酒飲んでも運転してええねんでとは思ってないと思うからね。篠宮さんの意見は、一緒にいた部下の大島さんが泥酔状態の被告人に運転をさせるわけがないというものでしたね。え、そうです。泥酔状態の人間が運転する車に命令に従って乗るなんて、自殺行為以外の何者でもないと思うの。あれ、でもそうなってくると、どっちみちでも大島さんもこれ罰則あるんちゃう？泥酔状態の人の車乗ってんねんも一緒に。確かにそうですね。そんな自分の命がかかっている場面だったわけだから、いくら社長が自分が運転すると言ったとしても、大島さんは逆らったんじゃないかと思うわ。言われてみればそりゃそうだよね。そうなるとやはり大島さんが運転したと考える方が自然よね。確かにね。そうですね。大島さんが運転したと考えるのが自然だと。必ずしもそうとは限らないんじゃ。なぜ？大島さんが全く酒を飲んでなかったならともかく。彼も酔っ払ってたんなら分別がつかなかったかもしれない。確かにね。やっちゃえ日産ってなったかもしれんもんね。だから自然かどうかを考えるには、大島さんは酔っていたかどうか、それ次第だと思うんですよ。そりゃバーに行ったんだもの、飲んだに決まってるわよ。でもそれやったら大島さんも飲酒運転やな。これで大島さんが運転したことになったら。でも必ずお酒を飲んだとは言い切れませんよね。まあそりゃそうだけど、みんな頼むから攻撃しようぜ。大島ちゃんが酔ってたかどうか、どうやって判断するの？佐伯ちゃん、なんかここ、明日その新庄くん来るから。あら？
なんか見てわかるもんあったっけ？明日新庄ちゃん来るから新庄ちゃんに聞くんじゃないの？おー、これちゃうし。これか、バーの伝票か。二人が当日訪れたバーの伝票を見ればいいんですよ。なるほど、それはそうね。被告人の飲んだお酒は確か検察の冒頭陳述によるとワインは何やったっけ、これ証言で見れたっけ、ログで遡れる、ログでどこまで行ける、もうだいぶ戻らないかな、あ無理や、ワインとシャンパンかな。だいたい偉そうな女社長はワインとシャンパンちゃうん。なあ。え、そうでしたっけ？あれ違ったかな？ウイスキーとカクテルかな？ウイスキーとカクテルでしたね。そうで、もう最初から言ってよ、意地悪いな。確か被告人は、ウイスキー3杯とカクテル6杯飲んだのよね。じゃあ伝票にそれ以外のものが書かれてたらそれは大島ちゃんが飲んだものってことだよね。ウーロン茶とかさ、ルイボスティー飲んでたらどうする、ルイボ、あ、ウイスキー、ウイスキー3、あれ、ウイスキー3カクテル6やな、ウイスキーストレートやな、多分800ってな、ストレート6、え、どれがカクテル？まあ、でも待って。4。てかめちゃめちゃ飲んでるやん。5、6、10杯飲んでるやん。そのウイスキー以外で。でもどれが、え？どれがカクテルやろう？ドライマティーニって、カクテルじゃない？あれ？どれがカクテル？気になるところ。あ、待って、これ、説明聞けるかな？これ何って。マンハッタンにサイドカー、ドライマティーニ。この辺はメジャーなカクテルですね。マンハッタンはウイスキーがベース。サイドカーはブランデーがベース。ドライマティーニはジンがベースと。どれも蒸留水を使ったか、めちゃくちゃ詳しいやん。アルコール度数は高いです。結構きついですよ。藤崎くん、随分お酒に詳しいのね。ホテルで働いていますから、一応の知識はありますよ。そうなん？ホテルで働いてるとお酒の知識つくの？あ、そうか、さすがね。しかしまあ、随分いっぱい飲んでるわね。こりゃ飲みすぎよ。これ全酒やろ。まあ、これはウイスキー3杯。これは被告人が飲んだ分ね。後ろのスとかロとかはどういう意味なのかしら。ストレートロックでしょ。ウイスキーの飲み方。きっとウイスキーの飲み方なんだと思います。スはストレート、ロはロックでしょうね。俺も飲み方だと思います。私全然お酒飲まないんだけど、ストレートはそのまま飲む。ロックは氷で割って飲むことよね。私はね、私の働いてた飲み屋は、ストレートは何も書かへんねんけど、ロックは R、水割りは水って書いてたね。そうです。ウイスキーなんてきついお酒、よくそのまま飲めるわね。私、匂いだけでもうダメ。私もウイスキーは苦手だな。この頃って、あれかな、あれがまだ流行ってないかな、ハイボールが流行ってない時代かな。その上被告人はカクテルまで6杯も飲んでるんですよね。そんだけ飲んでりゃもう泥酔するわよね。そやな、カクテルってさ、なんか甘くて口当たり良くてこう、ジュースみたいやからさ、ガバガバ飲んじゃうよね。で、次何これ、え、これさっきも調べたよね。
なんだろうこれ。あ、シャーリーテンプルを押したのが正解やった。さーて、聞いたことないわね。私も知らないです。藤崎さん？私もわかんない。はすみちゃんは？すみません。僕はチェーン居酒屋専門で。カクテルとかは全然知らなくて。シャーリーテンプルっていうのは、カシスベースの甘いカクテルの子、じゃあもう全部カクテルやん。藤崎ちゃん詳しいね。実は俺、このカクテルかなり好きなんですよ。へえ、甘いお酒が好きなんてちょっと意外ね。そうですか？京都の大学にいた頃には毎日のように飲んでましたよ。あら、あんたもともと関西の人なの？全然気づかなかったわ。ええ、実はこう見えて、京都生まれの京都育ちで。ホテルに就職が決まって初めて東京に来たんです。その割には全然訛りがないね。そこはやっぱり接客業ですからね。頑張って直しましたよ。そっか、大変だね。そういや、こっち来てからは仕事が忙しくて、シャーリーテンプルもずっと飲んでないな。あ、すみません。思い切り脱線しちゃいましたね。いえいえ、どなたも知らなかったカクテルについて分かったのは、大きな収穫でしたよ。まあ、つまり、でもマンハッタンサイドカー、ドラエヒマティーニのことはさっき言ってたもんね。うん、そうやね。つまり、全酒ってことやろ。オール酒ってことでしょ、これ。うん。伝票を見る限り、お酒以外の知恵も、ねえ、ウーロン茶ぐらい飲めよな。どのお酒をどちらが飲んだかは正確にはわからないけど。まとめると、注文されたのは全部で、ウイスキー3杯、カクテル10杯。そのうち被告人がウイスキー3杯、カクテル6杯飲んだってことが、検察側の冒頭陳述で明らかになってるわ。つまり、残りの4杯のカクテルは大島さんが飲んだことになるわね。じゃあ被告人だけじゃなく、大島ちゃんも酔ってたってこと？おそらく。もし大島さんもお酒を飲んで酔っていたとしたら、どちらが運転していたかは判断しにくい気がします。もし大島さんがシラフだったら、運転していたのが大島さんだったと言えたかもしれないのに。どうやら、現時点ではどちらが運転したか判断しがたい。そういったご意見が多いようですね。ちょっと待ってよ。あのね、あれ忘れてたね。全員の意見を黙って聞くっていうの忘れてた。今で、あ、これやね。そうやね。二人までしかこの赤文字見てないから三人目いないかなと思ってやっぱいたわ。もし社長が自分が運転すると言えば部下は逆らえませんよ。質問。なんでですか？やっぱり上司には逆らえませんか？逆らえませんよ、僕だって。前の会社にリストラされてから何年も職探しをして、ようやく見つけたのが今の会社なんです。僕より年下の上司もいますけど、どんな無茶な命令にも従わなくて、どこで働いてんだろ、この人。はすみを諭す。はすみさん、それは良くないですよ。え？無茶な命令には、毅然とした態度で、多分、佐伯さんこれ働いてないわ。佐伯さんこれ多分仕事したことない人やわ。もしくは経営者やな。いやね、分かっててもね、もうその時できなかったりすんのよ、本来ならね。そうするべきなのは分かってんねんで、そらね。でも、そこで、はすみさんのこといろんな意見も聞かずに、ダメですよっていうあたりは、逆にこれは、佐伯さんの精神、成熟度、疑われますね。そこははっきり逆らうべきですよ。それで事故にあったら自分の身も危ないもんね。佐伯さんの言う通りだと思うわ。理不尽で無茶な命令はどの会社にもあると思うけど、今回の事件についてはそういう問題じゃないと思うの。
泥酔状態の人間が運転する車に命令に従って乗るなんて。あら？あ、ほんで。あ、すごい。あ、伝票を見たことが引き継がれてる。伝票を見る限りって、通常の判断ができなかった可能性がありますよね。あー。OK ね。じゃあ、それでいいですよ。よし。まあ、ちょっとなんか中途半端なとこかもしれないんですけど。このファクターの結論出して、この動画終わりますかね。はい。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。